なんで合宿っていうのはさて今9時ぐらいから、はい、練習とかやってたわけでしょ、はい、なんかこう合宿での思い出じゃないけど、はい、なんかっていうの寮ですか、寮はすみません、寮はやっぱり一つ上の先輩はいたので、あのエースなんですけど、まあ、まず嫌な話であれば、あの補欠の人がマッサージしてくれって言うんですよ。あんた補欠やんと。遠い人も寮に入るじゃないですか、遠方の通えない選手が。でその人だけのことは覚えてますね、はあ、嫌な思い出というのは大体言ってんだね、今もね。そうでしょうね、あいつ前が出ると俺のマッサージが絶対言うよね、絶対言ってるでしょうね、こいつ何してたんだよ、そう、本当ね、そうなんですよ、多分今も言うと思うよ、はい、そうですね、一つ目で本当面倒くさかったですよね、聞いてますかね。そうですね、まずは、まあ、嫌な思い出っていうとそうですね、でも寮でもやっぱ消灯とか時間とかも決まっているので、うん、あの別に抜け出したりはしないんです。やっぱ自由、結構やっぱ街中なので、寮も南福岡市南区の街中なので、全然近くであれば、まあ、コンビニも自由に行けたし、そういった面ではね、ね、まあ、最近とかちょっと昔だったらその少年院みたいな感じではなくて、よくあるよね、聞くよね、はい、そうですね、そういう学校があるね、はい、もうだからもうね、もう厳しい、離れ小島でポツンつってコンビニ行くのも歩いて30分、自転車で30分かかるみたいな話もよく聞かれるんですけど、うちは、ね、そういう部分ではちょっとやっぱ緩かったなと思いますね、うん、でも、でも考えたって高校生だからね、はい、ある程度は止めとかなきゃダメだよ。そうですね、はい、11時まで別に練習するのはいいかもしれないけど、はいはい、11時ぐらいにコンビニにフラフラはダメでしょ、はい、ダメです、ダメだ、はい。多分ね、自分の子供とかがさ、はい、そうだったらやっぱ行かさないよ絶対それは。そうですね、うん、はい、そういう話になると俺プロのコーチをやった時に高校生が入ってくると、はい、やっぱそれだけはちょっと頼むからやめてねって言って、ああ、うん、そうですね、で、はい、みんなにもお前タバコ吸うの、お酒飲むのと全部聞いて、はいはいはい、絶対ダメだから。いや本当そうですね。絶対ダメだよ。今は本当にね、ダメですね、やめとけよって言って言うんだけどさ、はい、まあそういうこともあんだよね。でさ、なんか聞いたんだけど、はい、虫けらノックってあるの？虫けらノックはですね、もうあれですよ、もうずーっとファーストとサードの間をノッカーがコンってコロコロコロって転がすんで、もう全力で手取りて、今度こっち側に打たれるんで、こっち側にゴロゴロゴロってサードまで走って、サード取ったらこっちまたファーストまで走ってて、ずーっとこう、それもセカンドベースの後ろですね、はい、はい、まっすぐじゃなくてこう行かないといけないみたいな感じで、果てしなく20分30分もう虫けらのような扱いを受けるので、虫けらのっていうふうな形で命名されてました。これ小、あ、小学じゃね、高校からですね。高校から、はい、で、まあロッテでもそういうのもありましたけど、また中日に行って星野さんが監督なので、また星野さんがそういうのが大好きだったので、またこれかっていう思いではありますね。俺も今うるさってきたんだけど、はい、俺コーチを結構やらさせてもらってるじゃない、はい、やってるやってる、ね、西武の時にはあの南郷のあの下の広いとこでよくやってた、はい、そうですね、涌井とかさ、はい、捕まえて、はい、やってたって思われてたんだね、はい、まただよなっていうのね、はい、で、まあ自分たちもやってたんだけど、はい、ね、そうですね、そうです、はい、そうです、もう伝統ですね、はい、それが名前だけですね、はい、僕の中ではなんか特別なことじゃないんだ、じゃあ。そうですね、特別ではないですね、はい、でもあれはあれで結構さ大事じゃない？大事だと思いますね、はい、いっぱい走るようになるし、球際もやっぱりしっかり強くなるし、はい、ね、ボールを打うとやっぱり必然的に走んなきゃいけなかったりとかするから、はい、そういうのは必要なんだけど、名前が良くないんだよね。そうですね、はい、あれは本当の名前は何なんでしょうね、ね、あの、まあ、ファンゴとかタホとか巨人では言ってましたけど、普通にアメリカンノックって言ってたよ。あ、本当ですか、うん、はい、で練習のメニューのところに下にはだからカッコショートとかさ書いてあるはい、はい、だからそうしとけばいいんじゃない。そうですね、はい、虫けらっていうからなんか、ね、なんか特別なことやるのかなっていうような、虫けらのように扱われてたところだね、はい、そう、そんな感じです、はい、まあ、ドラマのセリフみたいな感じですね。で、で、まあ、はい、今度は甲子園に出るわけじゃない。甲子園、はい、出ます、はい、出るでしょ、3年生になって、はい、当時だと、はい、まあ、さっき同級生の名前聞いたけど、はい、対戦した人っていうのはもう有名になった人とか、この人すごかったとか、
谷繁ですかね、対戦した準々決勝で、夏の甲子園の準々決勝で大野川高校と対戦して、うん、で谷繁に1打席目に、痛烈なツーベースを打たれました、左中間に、はい、やっぱ打球の速さが違いましたね、彼は、はい、肩とかもやっぱすごかった、あ肩もすごかったですね、でうちの1番バッターが1回の表だったかな、でヒットで出て盗塁したらすっげえ悔しがってたのを覚えてます、谷繁が。だから多分盗塁阻止率 100% ぐらいだったんじゃないですかね、当時は。それが甲子園に行って、はい、うちの一番バッターが走ったんですよ、で成功ですよ。ただあの、まあ、当時の熱闘甲子園で、その走られた後に谷繁がわーって天を仰いでたので、天を仰いだキャッチャー谷繁っていうふうにそういったナレーションが流れたんで、だからめちゃくちゃ悔しがってましたし、いやすごかったんだろうね、評判も。そうですね、はい、ね、どうか、はい、あの谷繁って言ったら、そうですね、予選ではその島根県大会で5試合で7ホーマー打ったっていうふうな情報も入っていたので、すごいのがおるっていうのは知ってました。はい、あとは、あとは、まあ、対戦は有名どころっていうか、すごい人っていうのが川崎健次郎ですかね、うん、あのヤクルト で、うん、で彼と対戦したのは九州大会、2年生の秋の九州大会、九州大会、はい、で九州大会の準決勝で彼と対戦をしました。で彼ちょっと肘を痛めてて、まあ、一応投げたんですけど、うん、で本来の球威とかではなかったので、うん、5対1で、健次郎には勝って、勝った、で九州大会の決勝まで行ったという感じで、ね、はい、そっか、甲子園だとさ、谷繁か、そうですね、その年代で、でもさ、はい、結構名前出てたじゃない、はい、あの時って優勝はどこ、優勝は広島商業なんですよ、広島、はい、あなたも広島対戦されてますよね、広島してない、知らなかったですか、うん、5回あってなかったですか、うん、広島県勢は、はい、多分対戦してない、あ、本当ですか、うん、福岡もしてない、あ、福岡なんですか、うん、九州したのかな、九州も多分してないと思うんだよね、はい、沖縄やってんだけどね、沖縄とはやってんだけど、はい、興南高校とか、マイクさんですか、マイクは、はい、年齢は一緒なんだけど、はい、一学年下なのよ、あ、そうですね、なんかそんな話は聞いて、それでなんか、はい、アメリカンスクール行ってたのかな、なんか分かんないんだけど、はい、で64年生まれで同い年なんだけど、はい、彼は2年生だったんで、はい、ちょうど俺らの時にはいなくて、あ、そうなんですか、で、コーナーでやった時には竹下さんって言って、はいはい、後に太陽が入ったピッチャーの方がいるんだけど、あ、そうなんですね、その人と対戦したんだけど、はい、そう、あまりそうだね、はい、福岡とか、広島とか、あなた5回行かれて、当時の福岡県ってどこの学校が出てたんですか、福岡、どこだろうですよね、あんまり記憶ないですよね、やっぱ大してあの強い学校ではない、あんまりこうなかったのかもしれないね。そうね、兵庫とか大阪とかあっちの方だったかもしれないね。はい、強かったのが、そうですね、その時は。やっぱ九州はあんまり当時はそんなにやっぱりレベルは高くなかったので。うんうん、で関西の方もやっぱり兵庫大阪がすごく出てて、そうですね、あとは四国。はい、ああ四国ですね、うん。はい。そんな感じだったの。明徳とかさ、うん、はい、明徳が出始めだったのかもしれないけど。そうですね。うん、その頃そんな感じだった。はい、で高校野球終わって次の日って。はい。はい、もうプロ1本これがちょっと話すと長くなるんですけど、いっぱい使ってください